皆さんこんにちは、テルニャンです。今日は赤ちゃんがちょうど生後7週間になりました。まあ、ちょうどっていうかあと1週間で2ヶ月ですね。まだ生まれてからのことを、ね、全然お話ししてないので、出産した後から、まあ、今までの心境とか、まあ、近況についてお話ししたいと思います。赤ちゃんは今目が覚めています。ちょっと今日調子悪くていっぱい入っちゃってるんですけど、一緒に映ろうか。笑った引きずった笑い、ちょっと重いですね。もう5キロ超えたんで、なかなか抱っこしてるので辛くなってきましたけど、生後7週間ということで、もう結構慣れましたね。だいぶ慣れたと言えるほど慣れてきました。もう生まれたての頃の写真とか見ると、結構今と顔も違うし体の大きさも違うので、結構懐かしいですね。生まれたての頃はもう懐かしいなっていうくらい慣れてきました。やっぱり生まれた直後が一番大変でしたね。生まれてから5日間は入院してたんですけれども、なかなかね母乳を飲まなくてずっと泣いてたんですね。ミルク開けちゃえば解決なんですけど、その時はまだ母乳頑張りたいなって思ってたので、なるべくミルクをあげないでいたら、もう夜もずっと泣いてて、あげてもあげても泣き止まなかったので、1日の睡眠が 3、4時間とかで、もう大変でしたね。病院はコロナで、ね、面会禁止だったので、退院の時久しぶりに夫と会ったんですけれども、すごい驚かれました。顔が疲れすぎて。泣きたいな。見てくれてくんない。全く見てくんない。パパが来たよ、びっくりしたね。疲れて、ね、寝不足の顔してるね。そう、なんかね、うん、オートスリープ見たら最近3、4時間くらいしか寝てる。あ、そうなんだ。ケンタさん、おむつ敷いてくれる。あ、いいよ。退院後、家に帰って夫と赤ちゃんの3人の生活が始まって、まあ、入院中より楽になりました。夫が最初は5日間だったかな、3日間くらいだったかな、産休を取ってくれて、その時はとにかく全てのお世話を夫に任せられるようにと思って、基本夫にやってもらうようにしました。で、横からあーだこうだ言って言うだけっていうのを、まあ 2、3 日くらいかな設けました。その後は夫の仕事はね、始まったんですけど、リモートワークなんで、結構仕事の合間にミルク開けたりとか、あやしに来たりとか、もうちょこちょこっとですけどね、仕事してるんで、やってくれて、本当に入院中より楽になりました。一緒に赤ちゃんの可愛さを共有できるし、それが一番大きいですかね、精神的に大きかったです。今、赤ちゃんこんな顔したよって、この赤ちゃん可愛いでしょって写真見せたりとか、これをすぐ共有できる相手がいるっていうのは大きかったなと思います。最初の頃は夫に全部やってもらいたかったので、夜も泣いたら一緒に起きる、一緒に起きてたので、まあ、一緒に睡眠不足になってたんですけど、それは途中からやめて、なんか喋ってるね。それを途中からやめて、私が夜担当で、朝方から昼にかけては夫がお世話担当っていう風に分担をするようにしました。で、それで私は昼まで毎日寝ることで睡眠時間を取れるようになりました。で、そのスタイルが定着してからはかなり楽になりました。それやる前まではずっと寝不足で、寝不足がやっぱ一番辛かったですね。寝不足になるとメンタルもやられてくるんで、同じ赤ちゃんが泣き叫ぶ時でも、寝不足の時と寝不足じゃない時だとね、全然精神的に違うので、睡眠
を確保できる体制ができたっていうのは今すごいいい感じです。もう全部夫の影です。で、まあ、分担できてるっていうことはミルクももちろん使ってます。もちろんじゃないか、搾乳をしてましたね。最初全然赤ちゃんがおっぱい吸わなくて毎回搾乳してました。おーおーおー、そう、電動搾乳機買ってたので母乳を絞ってそれを哺乳瓶であげるっていうのをやってました。でそれを夫にもあげてもらうっていうのをやってたんですけど、だんだん搾乳も面倒くさくなっちゃって、搾乳してる間って赤ちゃんダックもできないし、まあ、片手は使えますけどコードもついてるやつなので移動もできなくて、それを毎日やるのは虚しいなと思ってなるべく減らそうということにしたんですけど、ちょうど同じ頃に赤ちゃんにおっぱい吸わせてみたら吸えるようになったんですね。突然、いつだったかな、生後2週間よりちょっと経ったくらい、3週間くらいの頃から結構安定的におっぱい吸えるようになったので、昼は基本母乳をあげるようにしました。夜はミルクにしてます。母乳ももともとそんなにこだわりなくて、まあ、出なかったらミルクでいいやっていう感じ、1ヶ月くらい頑張って母乳あげたらあとは、ね、いいかなって思ってたんですけど、おっぱいあげてる時って幸せなんですよね。赤ちゃんとすごい触れ合ってるっていう感じがするので、なんかそれであげたいっていうのは強かったです。まあ、あとは栄養的にいいとか、まあ、ほんのわずかだけど知能にも影響するとか諸説あるみたいですけど、母乳があげられるようになって本当に良かったです。 YouTube で母乳のあげ方っていうのを改めて見てやったっていうのと、まあ、成長したからですかね、なんか口の力なのかよく分かんないですけど吸えるようになってました。もう今はすっかり安定しましたけど、生まれたての頃、生後2週目3週目くらいは結構なんか不安定というか、夫のあやしが上手なんですね。もう上手なのか分かんないですけど、すごい楽しそうにちょっかい出すというかベロベロバーみたいな感じですけど、それ声かけがすごい上手なので、私はそれできないなって思って、妊娠中とか産んだ時はもう絶対的な母親、自分から出てきたので自分のものというか、まあ、自分の体の一部くらいの感じだったんですけど、夫に取られるみたいな、二人の子供だからそんなこと考えなくていいんですけど、なんかそういう感じがしちゃって、でも母乳をあげられるようになってからそれはなくなりましたね。あと生まれる前と後で結構考え方変わったのが、可愛い服を買ってあげようと思うようになりました。まあ、赤ちゃんすぐ大きくなるのでそんなたくさん買っても、ね、すぐ着れなくなっちゃうから無駄かなと思って、なるべく安いのをほんの少しだけ西松屋でほんの少しだけ買うっていうのをね、生まれる前はやってたんですけど、生まれたらもうこの一瞬一瞬をちゃんと野心に取ったり、まあ、目に焼き付けておかなきゃと思って、そのためにも可愛い服をね着せてあげるとちゃんと可愛がれてるなっていう感じがするんですね、自分が。まあ、別に他人が赤ちゃんにどういう服をね着せてようがどうも思わないですけど、自分が自分の赤ちゃんに自分の気に入った服を着せてたらすごい満足、自分としては満足だなと思いました。今はね、H&M で1000円で買ったやつ、安いですよね、1000円は安い。最初ダボダボの服をねちっちゃい頃から長く着せようと思ってたんですけど、それもなんか考えが変わってジャストサイズを買おうってなって、もうこの服最初からピチピチです。服もちゃんと着せるようになりました。最初はとにかく楽しようと思って下のボタンとかあんまりつけなかったですね。おむつ交換が頻繁にあるので、もうその度に
止めたり外したりするのめんどくさいからやめとこうって思ってたんですけど、なんかふと見た時に雑に扱われてる自分の価値を見るとちゃんとしてあげたいなって思うようになったので、毎回ちゃんと着せてます。それはもう母親としての自分の心を満たすためにやってますね。効率は悪いですけど、夫の協力があってね、余裕が出てきたのでできることですね。生まれる前、助産師さんと面談してる時とか、産後手伝ってくれる人いますかって聞かれて、夫がテレワークなので助けてくれると思いますって言ったら、いやそんなのは仕事してるし当てにしない方がいいって。何、ね、旦那さんの助けはないよ、ないと思った方がいいって言われて、いや、まあ、うちの旦那さんならちゃんとやってくれるだろうけどなと思いつつも、産後ドゥーラとか一時保育とかいろいろ調べてたんですけど、産後なってみると全然必要性を感じてないですね。区の補助が出るので使ってみたいなとは思ってるんですけど、まあ、でも別にいらないかなって感じ。まあね、これは本当に人によると思うので、その人の環境によると思うので全然参考にならないと思うんですけど、私の場合は意外と平気かな、大丈夫だったかな。まあそれも生後7週間になったから言えることです。生後1ヶ月くらいまでは結構どうしようどうしようっていう感じでしたね。もう次ミルクあげておむつ替えて、あ、沐浴もしなきゃみたいな、ずっとなんか追われてる感じはありました。赤ちゃんはすごい可愛いです。まあ正直新生児って可愛くないものだと思ってたんですよ。まだなんかしわしわのお猿さんみたいな赤ちゃんが生まれてきて、可愛くなくてもちゃんと愛すようにしなきゃみたいなそんな感じで考えてたんですけど、実際はめちゃくちゃ可愛いですね。まあ、なんですけど最初はちょっと焦る部分もあって、いろんな顔をするんですね。すごい可愛い顔の時もあれば、すごいブサイクな顔をする時もあって、最初のその可愛い顔の時をなかなか見れなかったので、これ大丈夫かなみたいな、新橋のおっさんみたいな顔するんですよ。これがデフォルトだったらどうしようって思ってたんですけど、なんか調子いい時はもうお目目バッチリで、顔もシュッとして端正な顔立ちみたいな時もだんだん増えてきました。で、まあ、それがあるから安心して見れるのかもしれないですけど、ぶっちゃかわな顔好きなんですよね。私も夫もメロメロなんですけど、あとね、おっぱい吸う時も可愛いです。探してるんですよ。もう親バカなのかもしれないですけど、全部可愛い。本当に100種類くらいあるんじゃないかなっていう、全部可愛い。あと、うんこ出したがってる時もめちゃくちゃ可愛いですね。すごい踏ん張るんですよ。うーんって、これからうんこ来るなっていうのがもうその時点では分かります。最近ハンドリガードするようになりました。自分の手を発見しました。こうやって自分の手を見つめるんですよ。あ、うちの赤ちゃんの場合左手が多いですね。左手こう見て、で、って、なんか食べ始めます、自分の手を。
もう本当にいろんな顔をするので、顔と か、 なんかうなり声とかするので、何かと夫と一緒に真似をしてます、赤ちゃんの、って感じですね。最近本当落ち着いてきました。出産祝いね、あの何人かからいただいてるんですけど、おむつケーキをね2つもらったんですよ。ここにあるの、これとこれ、華やかさもあり実用性もありっていうプレゼントですね。嬉しいんですけど、解体するタイミングすごい難しいですね。もうもったいなすぎて解体できないですよね。ということで今日写してるんですけど、こっちがあの会社の先輩から、会社の先輩かつ昔からちょっと知ってる方からいただきました。おむつ S サイズです。今も S サイズで5キロなんですよね。で、できるだけ長く飾っておきたいので、最後の S サイズを持つってことにしたいですけど、ちょっとこれを使うタイミングが今ね、かかりされてます。もうちょっと飾れるかな。こっちはね、妹からもらいました。赤ちゃんが生まれてから1回遊びに来て持ってきてくれました。 M サイズなので、これはまだまだ飾れるかなって感じです。ちょっとなくなるものなんで先紹介しましたけど、ありがとうございました。あとですね、この下映ってるかな、今もうミルクアイクレオの液体です。液体アイクレオめちゃくちゃ高いんですよ。こんなちっちゃいの 125ml なんですけど、これで200円くらいするのかな。自分でそのたくさんは買えないんですけど、ちょっとねもらいました。いろいろあってもらいました。液体ミルク超楽ですね。それもあの育児を楽にするのにすごい貢献してくれてます。今ちょうど楽しくなってきたところですかね。育児がちょっとずつ笑顔も増えてきました。でまた生後3ヶ月くらいになったら、おもちゃとかにも興味を示し始めるらしいので、次はそれがすごい楽しみだなっていう感じです。楽しみです。ということで、今日はこの辺で、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうそうそう、モロハンシャめちゃくちゃ可愛いですね。言い忘れましたけど、ふわって自分が発した、ね、おならとかにもびっくりして、ぶはっ自分の音にもびっくりするんです。反射なのでそのうちなくなるみたいですけど、めちゃくちゃ可愛いのでそれも今のうちにたくさん見ておこうと思います。